確かに。こんにちは、アジーンです。今回はガチャガチャの森で回してきた新商品のカプセルトイの中から6つ開封していきたいと思います。今週も行ってまいりました。いつも行くガチャガチャの森で約1万円分回してきてます。ちょっとね、カプセルじゃないものも見えますか？すごい主張が激しい。一人だけ。これはでもね、去年からあります。このガチャは新商品っていうよりは秋ぐらいからあったんじゃないかなっていうか、私のよく行くねガチャガチャの森にも最近入った感じです。でこちらをついに回してきました。今回はお米にまつわるガチャガチャを6つ開封していきたいと思います。では1つ目いきます。1つ目、もう1つ目から主張が激しい。この子だけなんかもう異彩を放ってます。見るからにこれおにぎりですよね。で、あーなんかこのパカって開くようになってて、この中にね何か入ってるっぽいんですよ。で具が違うみたい。何の具が入ってるんだろう。これからガチャガチャがなんか全部こういうカプセルだったら面白いですよね。中身の具なんだろう。イクラとか、いやーあったかな、鮭とか。スクイーズみたいです。昔こういうデルゾ系のねスクイーズがあったんですけど、懐かしいな。海苔の質感がリアルです。でこの米粒もよーく見るとちゃんと一粒ずつついてます。もういただきますって感じです。開けてみます。ここから開くようになってます。おー、指輪がすごい。なんなのこれ、めっちゃリアルです。すっごいリアル。いやーこうなってる。質感も色もねもうバッチリ梅干しです。でここねちゃんと調節ができるので、まあ、好きな指にはめることがねできます。結構広がりますよ。こういう感じか。なんかなこれだけつけてたら梅干しってわかるかな。どうですか、わかります？あの人なんか手に梅干しつけてるみたい。わかるかな。でこれ、あ、ラインナップ見たかったんですけど、ある、ここにある。おにぎりング、中の具材が全5種類、値段がね1個300円です。いや300円で安いんじゃないですか。これはこれもねジュエリーケースとして使えます。いやこれいいんじゃないかな。で中の具、うわー美味しそう。イクラありますね。昆布、イクラ、明太子、梅干し、焼き鮭。皆さんどのリングが欲しいですか？意外と梅干し当たりかな。かわいい。いやこのガチャガチャはもう一度回したい。キタンクラブってよくあの猫ちゃんのかぶり物のガチャガチャですよね。すごくかわいい。まず1つ目はおにぎりングでした。続きまして2つ目いきます。2つ目、これは何だろう。通常のカプセルよりもちょっと小さめです。いきます。オープン。あー、これ持ってる、ダブってる。圧倒的圧倒的ミニチュア包丁。これ2個目ですね。ワンコ厨房の2。この今回のまな板セット、3番のまな板セットと5番の急須セットを持っています。いや1番いいな。2番も欲しいんですよね。このおろし金セット1、2、4がねまだ出てないですね。3番2個目来ました。これ最近の動画でこの包丁はね使ってますね。魚をさばいた時にかな。魚のガチャガチャをねこの包丁でさばきました。カツオかな。あー、よかったら過去動画ぜひチェックしてみてください。なかなかグロくて面白いですよ。あれ巻き寿司、肉球のね模様の巻き寿司です。でこちらも犬の形をした耳ですよね。犬の耳のまな板と出刃包丁。いやー確かにご飯だけどもご飯系のガチャガチャ来ましたね。確かに。いやーお盆セット欲しかったな。おにぎり欲しかった。続きまして3つ目いきます。3つ目、おこれなんかすごく重たい。なんだろう、重いぞ。オープン。何これは、
お米の袋かな、これは。喜びに満ちた新米できました。お米の銘柄っぽい黄米、黄米でいいのかな。黄米です。全5種類とシークレットが1種類、なんだろうちょっと待った、私が当たったお米、ちょっとこれ突っ込まないと。本当にこういうお米あるのかな。チョベリグ古いチョベリグ、ギャル米って書いてある。5キロ、あー重たい。渋谷さんです。平成の名作、まあ、確かにチョベリグすごいな。これなんか本当にお米っぽいビーズが入ってる。なんだっけ、よくスライムに混ぜるやつです。日本版のフィッシュボールみたいなやつだと思う。そんな感じのビーズが入ってますね。これすごい、本当に触ってるとね、お米っぽいです。このシークレット気になります。なんだろう、いやちょっとこのシークレット気になるので、これもまた回したいな。触り心地もねすごくいいです。なんかマッサージになりそう、これでね。はい、ということで気まいのショベリグでしたネーミングがすごいな、これ。ちょっと待った、もう一個すごい、スコスコのスコっていう、スコスコのスコが気になりますね。なんか LINE のようになってます。私のこと好き、スコスコ、そうスコ、何それって書いてあるこれもリベンジですね。シークレットとスコスコのスコ狙いでいきます。続きまして4つ目いきます。4つ目、米米米ときた。次はいきます、オープン。おお、ワンコチューボきた。食べてない。あー出た、やった。さっき欲しいって言ったガチャですね、これは。お盆セットきた。おにぎり、スコスコです、スコ、めっちゃスコ。これかわいいんじゃないの、やばい。おお、味噌汁が分解されてます。あれ、なんか犬の骨が入ってた。もしかしてこれお箸置く箸置きかな。うわー、これ DIY に使えます。中身が取れるからありがたいですね。味噌汁のスライムとか入れれますね、これに。おお、犬の顔のこれがお盆かな。めっちゃかわいい。たくあんがついてた。たくあんついてて、うおー、おにぎり。これがおしぼりだ。なんか骨っこみたいになってますけど、よーく見るとこれおしぼりです。圧倒的かわいさ。いやー、これゲットできてよかった。めちゃめちゃかわいい。僕はおにぎりがスコなんだな。続きまして5つ目いきます。5つ目、これも同じような感じかな。ワンコ厨房系かな。にゃんこキッチンとか。オープン。お、にゃんこキッチン6、第6弾和のスイーツ。これ2個目かな。何か前回当たってますね。ワッフルみたいなやつだったかな。ちょっとご飯じゃないか、和ですね。和つながりなのかな。何が当たった。あ、これだ、白玉あんみつとほうじ茶セット。美味しそう。うわー、ケースでかい。これが、あ、ほうじ茶、抹茶ムースに白玉あんみつをトッピング。ここにトッピングするんだ。これが抹茶ムースですね。今入ったのが抹茶ムースで、この上に、あー、かわいい猫型のあんこです。白玉あんみつ、めっちゃちっちゃい猫の形になってる。あー、かわいいかわいすぎったろ。出ます、ほうじ茶。えい、出た。このおみくじ的なこうほうじ茶が出るんです。やっぱこのね、和のスイーツやこの日本の食べ物いいな。じゃあラストいきましょう。こんなに可愛いガチャガチャが今日はねいっぱい出ました。6つ目ちょっと緊張する。いきます、6つ目、なんだろう。フィナーレですね、フィナーレ。さあいきますよ、オープン確かにそうだけども、そうだけども、食べて食べて食べて飲んでデザート来て、そういうことですか、このテーマ。しかもゴールドか。
チくんマスコットボールチェーン2お座りゴールド輝いてます。すこ、まあ、確かにすこ、はい。いや今回のガチャガチャは良かった、全部良かった。決められないですね、一番が。ただもう一回回してみたいなって思うガチャガチャはこれかな。この二つはね、集めていきたいと思いました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。